にょ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 、ブロッコリーにょ。人類が星々の海を行き来するようになってからどれだけの時が流れたのでしょう。高度な文明が数多の星系で花開き、人々は繁栄を享受していました。ところが、その文明にもやがて危機が訪れました。後にクロノクエイクと呼ばれる未曾有の災厄が宇宙を襲ったのです。星々をつないでいた銀河ネットワークは崩壊し、各星系は相互のつながりを断たれ、孤立しました。混乱のさなか、恒星間航法などの優れた技術も失われ、文明は衰退していきました。その後、小国の一つだったトランスバール公国に巨大な人工天体、白き月が出現しました。白き月の中には恒星間航法をはじめとする数多くの失われた技術、ロストテクノロジーが眠っていました。これにより人類は再び宇宙へ漕ぎ出す力を得たのです。トランスバール公国はロストテクノロジーの恩恵を受けて半島を広げ、数百年の長きにわたる平和な時代を築き上げました。しかし、トランスバール公国歴412年、その平和は突如として終わりを告げました。いずこからともなく現れた謎の武装勢力が公国に反旗を翻したのです。強力な艦隊を持つ武装勢力は破竹の勢いで中央へと攻め上り、ついにはトランスバール本星を包囲するという事態に発展しました。公国の辺境に位置するクリオム星系、果てしない宇宙に浮かぶ三隻の宇宙船。物語はここから始まります。ふう、参ったな。一体全体どうしたものか。まさかいきなりクーデターが起きるなんて。トランスバール本星は今どうなっているんだ。皇后ジェラール陛下はご無事なんだろうか。白き月におられる月の聖母シャトヤン様は。情報を収集しようにも第二方面軍の司令部とも連絡が取れない。たかだか中流艦隊の司令官の身としては情勢がはっきりするまでただ待つしかないか。おい、タクト。まあこんな辺境にまでクーデター勢力がやってくるなんてことは当分ないだろうし、今はのんびり待機していよう。タクト、タクトマイヤーズ司令。聞いてんのか。そんなに怒鳴らなくても聞こえてるよ、エスター。この非常時に何をそんなにのんびりしてるんだ。いくら待機といっても緊張感がなさすぎだ。心外だな。みんなが緊張しすぎないようにと思って和やかなムードを演出してたんだけど。そんなことで和むような状況か。これがクーデターが起きたんだぞ。早い話が戦争だ。
分かってるって。だけどここで俺たちがジタバタしても状況が変わるわけじゃないだろ。それに俺たち軍人でも実戦経験のある者はほとんどいないんだ。クーデターだの戦争だのって言われてもね。そりゃそうだな。お前は司令官なんだから少しはシャキッとしろ。俺がとやかく言わなくてもみんなが自分から情報収集に当たってくれているんだからいいじゃないか。それにレスター・クールダラスという我が友にして有能な副司令もいるんだ。お前を信頼していればこそ落ち着いていられる。まったく都合のいい時だけ親友扱いしやがって。いざという時が来たら俺も全力を尽くすさ。そのためにも今は心ゆくまでのんびりさせてもらうよ。そのお気楽な性格が羨ましいよ。クールダラス副司令。なんだ。マイヤーズ司令って本当に大丈夫なんですか。なんだか心配になってきたんですが。見た目はいい加減だがあれで真のところはしっかりしているやつだ。信頼してくれていい。さてと、じゃあそういうわけで俺はゆっくり休ませてもらおうかな。諸君、頑張ってくれたまえ。とてもそうは見えないだろうな。はあ、なんだかんだ言ってもこれって長期休暇みたいなもんだしな。ははー、楽ができるっていいな。オペレーター、まだ司令部とは交信できないのか。はい、沈黙したままです。周辺の星系の駐留艦隊にも呼びかけているのですがまだどこからも応答は。そうか、やはりクーデター騒ぎの影響か。正体不明の武装勢力がトランスバール本星に侵攻してきたっていうのに肝心の情報が入ってこない。エオニア王子か。まさか生きていたとはな。ああ、そうだったな。生きていただけでも驚きだが、軍勢を従えて反乱を起こすとは。そんなこと言ってる場合か。こうしている間にもエオニアは。前方から所属不明の戦闘機らしきものが3機急速に接近してきます。無人哨戒機が発見しました。所属不明？戦闘機の後方に多数の艦影を捉えました。無人哨戒機からの情報によると戦闘機と艦隊はまっすぐこちらへ向かってきているようです。今こちらのレーダーでも確認しました。先行する3機は大型の戦闘機のようですね。なんだ、まさかクーデター勢力か。クーデター勢力？それじゃあこちらに攻撃してくるかもしれないんですか。あれだけの数の艦隊や戦闘機から攻撃されたら我々の艦隊なんてひとたまりもありませんよ。凄まじいスピードだな。もうすぐこちらの光線圏内に入るぞ。どうする、タクト。このままじゃやられちゃいますよ。どうするんですか、マイヤーズ司令。
了解。全艦に第一戦闘配備を通達。了解。ですが、自分は実戦なんて初めてなんです。うまくいくでしょうか。同感だが、何か策はあるのか。どう考えても、ただの戦闘機じゃなさそうだぞ。そんな。あ、はい。未確認機の映像、来ました。メインモニターに出します。あの機体に描かれていた文字、どこかで見たこと。マイヤーズ司令、先行する大型戦闘機から緊急通信です。すいません、ちょっとお聞きしてもいいですか？そちらはクリオム星系駐留艦隊で間違いありませんでしょうか？それじゃあ、タクトマイヤーズ司令官って方はいらっしゃいますか？あ、ごめんなさい、私。うわー！大型戦闘機、被弾！後続の艦隊から攻撃を受けているようです。何？後ろの艦隊とは同じ部隊じゃないのか？こんなところに敵がいるなんて情報聞いてないのに、どうしてこうなるの？うわぁ、また撃たれた。なんだこいつは、追われてるのか。何をごちゃごちゃ言ってんのよ。女の子が困ってるのよ。つべこべ言わずに助けなさいよ、タクトマイヤーズ。いつまでもキャーキャー言ってないで、みっともないじゃないの。だってラーファ怖いんだもん。私もう逃げる。紋章機の能力をつまんない方向に使ってんじゃない。なんだ今なんて言った。分かった分かった、ランファもミルフィーも少し落ち着きなって。騒ぐのもいいけど、あんたたちここに来た目的忘れてやしないかい？私は忘れてませんよ、この大武家天然娘と違ってね。ねえランファ、それって誰のこと？ここには私とランファとフォルテさんしかいないけど。そういうところが大ボケだって言ってんのよ。はいはい、漫才はそこまで。後ろから敵が来てるんだから、そんなことしてる場合じゃないだろう。まあ悪い、話の主役をほったらかしにして。私たちはお前さんに用があって来たのさ、タクトマイヤーズ司令官よ。マイヤーズ司令、戦闘機の照合ができました。あの3機の所属は白き月の近衛隊、ムーンエンジェル隊の紋章機です。 Z
前方より GA001 ラッキースター、 GA002 カンフーファイター、 GA004 ハッピートリガー。紋章機といえばロストテクノロジーの結晶、宇宙最強ともあだ名される機体だぞ。実物を見るのは初めてだ。だが普段は白き月の警護に当たっているはずのムーンエンジェル隊がなぜここに。いっぺんにあれこれ聞かないでください。私たちが何者か分かったならさっさと手を貸しなさいよ。そうそう、話は後。とりあえず敵を片付けるのを手伝ってもらおうか。あの艦隊、形状は広告軍の船と同型ばかりですが、識別信号を出していません。広告軍ではないようです。そっちの艦隊と交信はできる？ダメです。さっきから呼び出していますが応答ありません。こんな辺境中域にまで。どうするつもりだ、タクト。女の頼みの一つも聞けない男に広告の明日は任せられないからね。それじゃあ話がまとまったところで自己紹介といこうかね。ミルフィー、あんたからおやり。あ、はい。ミルフィーユ桜葉です。ラッキースターのパイロットです。精一杯頑張ります。ランファ・フランボワーズ、カンフーファイターのパイロット。頼むから変な指揮をしないでよね。そして私がフォルテ・シトーレ、ハッピートリガーのパイロットさ。よろしく頼むよ、マイヤーズ大佐。気になる？私たちがお前さんのことを知ってるそのわけが。意外に仕事一筋だね。はいはい、それじゃこちらもお仕事モードに入るとするよ。マイヤーズ大佐、高速リンク式システムを転送するからデータ通信用の回線を開けてくれ。紋章機専用の特別セーサー、各機体の情報をリアルタイムでモニターできるシステムだよ。紋章機の戦いは刻一刻と状況が移り変わるもんでね、このシステムじゃないと追い切れないのさ。わかった、今から送るよ。そうだ、マイヤーズ大佐、システムの転送が終わるまでの間を使って指揮のやり方を説明しておこうか。了解。それじゃあ時間もないから手短に説明するよ。こいつが指揮システムの画面だ。とりあえず今最低限必要なとこだけ伝えておくよ。
まず画面右上にあるのがレーダー。青い点が味方で赤い点が敵だよ。画面下の真ん中にあるのがカメラコントロールパネル。こいつを操作すればカメラの位置を変えられる。左下に並んでいるのはユニットショートカットパネルだ。ここを左ダブルクリックするとエンジェル隊の機体が選べるよ。ユニットショートカットが画面に映っている機体の上で右クリックするとユニットメニューが出る。このメニューから指示を出しておくれ。何か指示があるまでは私たちは自分で敵を探して戦ってるよ。それからユニットショートカットの脇にある3本の黄色いゲージは各機の状況を表している。 H のゲージは耐久力、 E がエネルギー、 S が気力だよ。ゲージだけじゃなくユニットショートカットの色でもそれぞれの状況がわかるよ。機体は攻撃を受けるたびに耐久力が落ちていく。このショートカットが黄色になったら要注意、赤になったらもう本当に危険ってことだよ。他にも緑色に点滅することがある。これはパイロットの気力が充実して必殺技が打てるようになったって合図さ。ここが点滅している間にユニットメニューの中から必殺技を選んで命令すればそれぞれの必殺技を派手にぶちかますよ。それから戦闘中にキーボードのポーズキーか P キーを押せば画面が一時停止する。いわゆるポーズってやつだね。ポーズ中でも指示はできるから慌てずに操作しておくれ。とりあえずこんなところかね。はじめは慣れないだろうけど、あとは実戦でいろいろ使いながら覚えていくといいよ。なあ、ちょうど転送が終わったようだね。それじゃ始めるとするか。マイヤーズ司令、一緒に頑張りましょうね。指揮になれないうちはあまり無理しなくていいわよ。その場合は自分たちの判断で戦うから。とりあえずは自分の船がやられないことを第一に考えてくれ。なんなら安全な後方に下がってくれていい。ちょうど今敵艦隊の把握が終わったところだ。メインモニターに出すぞ。我々の艦隊がいるのはここだ。3機の紋章機はこの位置にいる。一方敵の艦隊は駆逐艦タイプにいる。巡洋艦タイプという編成のようだ。正直言って戦力ではこちらが不利だな。何言ってんのよ、私たちエンジェル隊がいるのよ。任せてください。あのくらいの敵ならきっとなんとかなります。必要な時だけ指示してくれればそれでいいよ。あとは紋章機の戦いぶりを見て勝手を掴んでおくれ。もう一度作戦内容を確認するか。Thank you.